トレーラー3。ナンバーアンダーライン愛、INZMMV、岸裕太が稲妻を操るスーパーヒーローに変身。ガンータの演技力爆発。ナンバーアンダーライン愛、INZMMV、映画のような映像美に酔いしれろ。音楽の世界において、ファンを魅了し続けることは並大抵のことではない。日々変わりゆくトレンドや新しいスタイルが次々と登場する中で、 アーティストが長く愛され続けるためには、進化し続けることが不可欠だ。そんな中、2024年8月19日に公開されることとなったナンバーアンダーライン愛の新作、INZM は、その斬新なアプローチと多層的な表現によって、新たな時代の幕開けを告げる作品となっている。この作品のリリース前から、ファンの間では大きな期待が高まっていた。トレーラー、 3におけるガン・ユータの姿が公開されると、瞬く間に SNS で話題となり、彼の新たな一面に驚嘆する声が相次いだ。2ブロックの刈り上げにツンツンしたスタイリングという大胆なビジュアルは、まるでゲームキャラクターのような印象を与えた。ファンの間では、まるで映画のワンシーンのようだと称賛され、彼の演技力と表現力が MV にどのように反映されるのか、ますます期待が膨らんでいる。しかし、 この INZM は単なるビジュアルやサウンドの革新だけでなく、その背景にある物語性やメッセージ性が注目されるべきポイントである。騎士が手から稲妻を発するシーンや、バイクに乗る姿など、特撮ヒーローのような描写が見られるが、それらは単なる視覚的なインパクト以上の意味を持っているようだ。この作品を通じて、彼がどのような変身を遂げ、どのような挑戦に立ち向かうのか、 そのストーリー性が観客の心を捉えるだろう。ファンの中には、騎士が普段は優しいが、仲間のためには手から稲妻を出す、実は超強い存在として描かれることを期待する声もある。まさにスーパーヒーローのような設定が、彼のキャラクター性をさらに際立たせるだろう。また、彼のビジュアルだけでなく、その背後に隠された感情や葛藤も、今回の作品で深く掘り下げられる可能性がある。 彼がどのようにしてこの力を手に入れ、それをどのように制御しようとしているのか。これらの要素は、作品全体のテーマに直結する重要な部分となるだろう。さらに、この INZM のリリースが現在の音楽業界やエンターテインメントのトレンドとどのように関連しているのかも興味深い点だ。2024年という年は、テクノロジーとエンターテインメントがますます融合し、 デジタルコンテンツが主流となる時代を象徴しているアーティストたちは単なる音楽だけでなく映像やストーリーテリングを駆使してより総合的なエンターテインメント体験を提供することが求められているナンバーアンダーラインアイの inzm はこの流れを象徴する作品であり音楽とビジュアルそして物語が一体となった新しい形のエンターテインメントを提案していると言えるだろう特に 岸優太のパフォーマンスがどのようにこの新しい時代の表現にマッチしているのかが興味深い。彼の演技力はこれまでも高く評価されてきたが、今回の作品ではさらにそのスキルが進化している。彼が演じるキャラクターは、単なるアイドルやアーティストではなく、現代のスーパーヒーローとしての存在感を持ち、そのメッセージ性も強調される。彼の持つカリスマ性と力強さが、視覚的にも物語的にも融合することで、 観客に強烈な印象を与えるだろうまた音楽の要素も見逃せないリードトラック INZM は斬新なサウンドとともにこれまでのナンバーアンダーライン愛の楽曲とは一線を画するエネルギッシュな曲調が特徴だそのエネルギーは騎士のパフォーマンスと見事にシンクロしており視覚と聴覚の両方で強烈なインパクトを残すこと間違いない特に ライブパフォーマンスでこの楽曲がどのように表現されるのか、ファンの期待は高まるばかりだ。さらに興味深いのは、この INZM がどのようにして現在の社会やトレンドに呼応しているかという点だ。2024年の音楽業界では、個々のアーティストが持つメッセージやストーリーがより重要視されており、彼らがどのように自己表現を行うかが大きなテーマとなっている。INZM のビジュアルやストーリーは、騎士が個人として、 そしてアーティストとしてどのように成長してきたかを象徴しており、その進化を象徴する作品となっている。彼の表現するスーパーヒーロー的なキャラクターは、現代の社会が求める強さや優しさ、そして自己犠牲の精神を体現している。このようにして、INZM は単なるエンターテインメント作品としてだけでなく、社会的なメッセージや哲学的なテーマを含んでいる。そのメッセージは、 観客に対して自らの強さを見つけ、困難に立ち向かう勇気を与えるものであり、現代の若者にとって非常に共感できるものとなっているだろう。しかしながら、この作品が持つ本質的な問いかけは、単なる強さやヒーロー像にとどまらない。作品を通じて、我々は人間としての弱さや葛藤にも直面する。岸優太のキャラクターが、どのようにして自身の力を受け入れ、 周囲との関係を築いていくのか。その過程は、現実の我々の生活においても共通するテーマであり、自己の成長や他者との関係性について考えさせられる。音楽や映像を超えて、このような深いテーマを描き出すことができるのは、まさにナンバーアンダーライン愛の作品の魅力と言えるだろう。INZM という作品の中心にあるのは、やはりガンユータという人物の存在だ。 彼はこれまでのアイドル活動や俳優業を通じて、多くのファンから支持を得てきたが、今回の作品ではこれまでにない新たなチャレンジを試みている。それは、単なるアイドルやアーティストとしての枠を超え、より幅広いエンターテイナーとしての自分を表現することである。特に、INZM のような作品では、視覚的な要素やストーリーテリングが非常に重要であり、騎士自身もその点に強いこだわりを持って取り組んでいることは明らかだ。 彼の演じるキャラクターはヒーローとしての側面を持ちながらも同時に非常に人間的な弱さや葛藤を抱えている。その二面性がこの作品の魅力をさらに深めている。岸優太という人間そのものが多くの人々にとって共感できる存在であり、彼が演じるキャラクターを通じて観客もまた自分自身の内面を見つめ直すことができるだろう。彼のキャリアにおいても これまで様々な困難や挑戦があったが、それを乗り越えてきた姿は、まさに今回のキャラクターと重なる部分が多い。さらに、INZM のビジュアルや演出が、どのようにして現代のポップカルチャーと融合しているかも見逃せないポイントだ。2020年代のエンターテインメントは、ますます国境を越えた影響を受けており、日本のポップカルチャーもその例外ではない。 特に岸優太のキャラクターが持つスーパーヒーロー的な要素は、アメリカのコミック文化や映画の影響を強く受けているといえるだろう。彼のビジュアルやアクションシーンは、まるでアメコミのヒーローを彷彿とさせるものであり、それが日本のエンターテインメントとどのように融合していくのかが興味深い。例えば、岸が演じるキャラクターが持つ、稲妻の力は、視覚的には非常にインパクトがあり、 またその力がどのように物語に組み込まれていくのかも注目されるべき点だ。この稲妻の力は彼の内面に秘めた強さやエネルギーを象徴しており、またそれが彼の周囲のキャラクターや世界にどのような影響を与えるのかが物語の鍵となる。稲妻というモチーフは古くから神話や伝説に登場する象徴的な力であり、それが現代のエンターテインメントにおいてどのように再解釈されるのかが、 inzm の一つのつ魅力となっているまた、この作品において、岸優太だけでなく、他のメンバーやキャラクターたちがどのように物語に関与しているのかも重要な要素だ。ナンバーアンダーライン愛の他のメンバーも、それぞれが異なる力や特徴を持っており、その相互作用が作品全体のダイナミズムを生み出している。彼らがどのように協力し合い、また時には対立しながらも共に成長していくのか。 そのドラマティックな展開が観客を引き込む要素となっている。特に、岸優太がリーダー的な役割を果たすことで、彼がどのようにしてグループを導いていくのか、そのリーダーシップもまた注目すべきポイントだ。さらに、この INZM が描き出す世界観は、我々が直面する現実の社会とも多くの共通点を持っている。岸優太が演じるキャラクターが、自分の力を制御し、 正しい方向に導くために葛藤する姿は、まさに現代社会における自己実現やアイデンティティの探求と重なる部分がある。彼が仲間たちと共に成長し、共通の目標に向かって努力する姿は、我々が日常生活で直面する挑戦や困難に対する象徴とも言えるだろう。現代社会では、個々の力や能力が求められる一方で、それをいかにして社会全体に役立てるかということも重要なテーマとなっている。 キシユタのキャラクターが稲妻の力を持ちながらも、その力をどのように使うべきかを模索する姿は、我々が持つ力や才能をどう生かすべきかという問いに対する答えを示しているようにも見える。彼の葛藤や成長は、観客に対しても大きなインスピレーションを与えるだろう。このように、INZM は単なるエンターテインメント作品にとどまらず、 深いテーマ性やメッセージを持つ作品として多くの人々に影響を与える可能性を秘めている。岸優太という存在が、この作品を通じてさらに成長し、新たなステージへと進化していく様子は、今後もファンのみならず、広く社会全体から注目され続けるだろう。INZM のリリース後、彼がどのような評価を受け、またどのようにしてさらに進化を遂げていくのか。その答えはまだ見えないが、 少なくともこの作品が、彼のキャリアにおいて一つの重要な転機となることは間違いない。彼がこれからどのような挑戦を迎え、どのようにしてそれを乗り越えていくのか。その物語はまだ始まったばかりであり、観客はこれからも彼の成長を見守り続けるだろう。結局のところ、INZM は岸優太にとって、そしてナンバーアンダーライン愛にとって、新たなショーを開く作品であり、 同時にファンに対しても新たな感動と刺激を提供するものである。この作品を通じて、我々は彼らの成長を見届け、共に新たな未来へと進んでいく。その未来がどのようなものになるのか、それはこれからの彼らの歩みによって決まるだろう。しかし一つだけ確かなのは、INZM はその第一歩として、非常に大きなインパクトを残すことになるということだ。INZM は我々に何を伝えたいのだろうか。 その答えは、一見シンプルだが奥深い。自分自身を信じ、他者と共に歩むことの大切さを描いている。このメッセージは、どんなに時代が変わろうとも、普遍的な価値を持ち続けるものであり、岸優太が演じるキャラクターを通じて強く伝わってくる。最終的に、我々がこの作品から得るものは、ただのエンターテインメントにとどまらない。自らの人生において、困難や挑戦に直面したときに、 この作品を思い出し、勇気と希望を見出すことができるだろう。INZM はそのような力を持った作品であり、ファンのみならず、広く社会に対しても大きな影響を与えることだろう。そのため、この作品がリリースされた後、多くの人々がどのような反応を示すのかが非常に楽しみだ。音楽業界やエンターテインメントの未来に対して、どのような影響を与えるのか。 それは我々がこの作品をどのように受け取るか次第であり今後の展開にも期待が高まる。